ジーソミア破棄で米国務省が韓国に抗議。ムン政権の大いなる思い違いを知らしめることになる、がネットで話題。内容はこちら。ジーソミア破棄で米国務省が韓国に抗議したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。韓国が日韓の軍事情報包括保護協定、ジーソミアの破棄を決めたと発表したことについて、アメリカ国務省の広報担当者は22日、NHK に対し、韓国政府の選択に非常に失望している、とするコメントを出しました。この中で担当者は、アメリカはムン政権に対して、破棄を決めれば、アメリカと同盟国の安全保障上の利益に悪影響を及ぼし、北東アジアの安全保障問題の深刻さに対する、ムン政権の大いなる思い違いを知らしめることになると繰り返し伝えてきたと述べ、韓国の決定を批判しました。アメリカが案の定激をこのようですが、ムンサンドをすんのこれ。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。アメリカが本気で怒ってる。ジーソミア破棄なんかしちゃえば、アメリカが激怒するのは、初めからわかってたでしょ。次はこちら。まあこうなるよな、わらわらわら。まあこうなります。次はこちら。いよいよ米韓同盟の破棄かな。米韓同盟の破棄まではいかないかもしれませんが、厳しい措置が取られる可能性はあるかもしれません。次はこちら。強固な韓米関係が一日待たずに崩壊わら。なぜか韓国政府は、米国が失望するのは当然だ。重要なのは、この機会が韓米同盟を一段階アップグレードできるきっかけになることだ、と言ってますからね。アップグレードって、どこからその発想につながるのか、理解不能です。最後はこちら。あ、オタワが大綿に見えたわ。テレビ放映時の右上のテロップですよね。ゆるパンダも、オタワが大綿に見えました。もしかしてこれは、予言なのかも。結論。韓国のジーソミア破棄で、アメリカがかなり怒っているようです。当然です。あれだけ破棄をするなと言われていたにもかかわらず、堂々と破棄してしまってますからね。今後アメリカが韓国に何をするのかはわかりませんが、ただでは済まない気がします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。